やめろと言われても今では遅すぎた。激しく熱い記憶を残して5月にこの世を去った西城秀樹さん。野菜に恋をしてる西城秀樹です。実は西城さんには野菜作りを楽しむ顔もありました。2009年4月からおよそ3年間趣味の園芸野菜の時間にレギュラー出演していたのです。大きい、ブーメラン、ブーメラン、キツネ、ブーメラン、ブーメラン、いいですね。ツイスト、ツイスト、ベジタブル、ワンダブル。生牛じゃないよ。この歌も番組のために歌ってくれたベジタブルワンダフルです。今年最後の野菜の時間は秀樹ワンダフル。秀樹さんの思い出をお届けします。2009年4月番組初登場のシーンです。あれ、ん、先生なんか聞こえてきません？なんか見覚えのあるような曲が聞こえてきたような気がしますけど。君が望むなら秀樹ちょっと待って、命をあげてもいい。あれ西城秀樹さんじゃないですか。はい、体に優しいベジタブル、心に優しい秀樹がやってもらいました。はい、先生よろしくお願いします。本物の秀樹さんですよ。本当ですね。大スターの西城秀樹が野菜作りの番組に出演することは世間を驚かせました。最初お会いしたのが NHK の局内だったんですけども、誰かが来るか分かんなかったので、どなたが来るのかなと思ったら、割と大きな方でこう、こんにちはって言ったら西城秀樹さんだったんですよ。いや、びっくりしましたね。本当にびっくりしました。いや、すごいことになったなっていうふうなことを思いましたね。秀樹さんにとって野菜は自身の体調管理と切り離せないものでした。秀樹さんはすごくお野菜が好きだというふうに伺ったんですけど。いや、正直言ってね、こういう番組見られながら申し訳ないです、はい、最初はそうでもないんですよ。あ、そうなんですか。主治医から、なるべくその肉よりさ、まあ、魚以上にその、なんていうんですか、野菜を取られると、まあ、血の流れが良くなっていいと思いますよって言われたのが、ね、はいはい、妻と一緒に聞いてて、妻がどんどんその野菜を上手にこう料理してくれるようになったら、だんだんハマっちゃったんですよ。要するに野菜の種類もあまりよく知らなくて、これ美味しいねっていう、あ、そう、なんとかだよって、それがどん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 増えて、あ、これも美味しいんだと思った時にはもう、仕事の合間でも、忙しいなと、今日もシーザーサラダにしようとかね、何々サラダ、サラダの店が欲しいぐらい好きになりましたね。なんかその病気を通してまた新たに見えてきたことっていうのもあったんですか？うん、野菜も何も全てちゃんと生きてるんだっていうことね、感動しやすくなりましたね。今までもう目を向けなかったところに、ただ育ってるとかね、ただこう食べて美味しいっていうんじゃなくて、こうもうちょっと広がりがあるようなこう楽しみ方が、ベジタブルワンダフル。秀樹さんの畑作りは紐で区画の目印をつけるところから始まりました。秀樹さん、これ棒なんですか？これですか？これですね。こうやって。マイクスタンドじゃない。マイクですか？違います。これはほら、やっぱりこういう作業をするのに楽しくなるように色をつけてみたんですよ。カラフルですね。まあ、これほら、赤色とかピンクとかやったらもっと可愛くていいんじゃないですか？私、野菜栽培30年になりますけど、こんな派手な句は初めて見ましたよ。いや、僕こういう道具には結構気を使いたいですね。秀樹さんのマイクはですね、レンガレンガレンガ。レンガは中を区切って秀樹の H を作るためです。ツイストツイスト、ベジタブルワンダフル。大事に植え付けたのはレタスの苗。葉物の種も撒きました。終わった時の秀樹さんは、
だいぶ疲れましたね。今私放心状態です。こういう地道な土作りの作業がこう根底にあって、そのやっぱなんですかね、下積みがあってこう上に美味しいものができて、だからこれからもう食べる時の気持ちが違うと思う。そうですよね、うん、その通りです。あの本当に苦労すれば苦労するほど収穫が大きな喜びですよ、本当にそう思いますね。サイさんがやっぱり素晴らしいと思うのは、こう最初から最後までこの野菜はですね、やっぱり本人の努力がないとダメなんですよ。最後まで収穫できない。ですから畑を耕したり肥料をやったりするときはですね、自分自身の力で耕してたことを思います。サイさんは一からやったということがあって、それはですね本当に立派だった気がいたします。はい、種まきから1週間。私のお酒です。あーすごい、たくさん。いやいいね、秀樹さん見てください。いやでも3なんか秀樹でいいんですよ。ね、これ僕月並みなんですけど、我が子を育てるような感じですね。子育てと同じですよ。わかりますよね。わかりました、その気持ちはわかりました。目が出てるのがすごい嬉しい。うん、もう秀樹もね感激して感激。いや本当にこれ赤くなってるよ、ね、ちょっとよく見えますね。赤軸ほうれん草ですよね。こ、はい、んなに早くわかるんですか。わかります、あの色がねもうついちゃってるんですよ、ね、この S は何ですか。わあ素敵、かわいい S が倒れるしましょう。いつの間に、うわー秀樹でしょこれ。 H2S は西条の S。 あーこれ秀樹西条だったんですね。こんなにさ、こんなに綺麗に、うわこれなんだっけな、これ小さい方の、これチンゲンサイです。チンゲンサイ、はいはい、知らなかったな。これね、こんなに綺麗でした。嬉しいね。先生やっぱり、うん、ベジタブルガーデンですから目で楽しむという。そうそう、ベジタブルワンダフル。秀樹さんは毎回番組のオープニングから私たちを楽しませてくれました。いきますよ、せーの、ベジタブルワンダフル。野菜に恋をしてる西条秀樹です。おはようございます。爽やかな朝をお届けしてます、西条秀樹です。おはようございます。野菜が生活の一部となっている西条秀樹です。日本野菜研究会会長の西条秀樹です。おはようございます。副会長の藤田でございます。いつも副会長だったのよ。おはようございます。全国のファンの皆様が愛おしい西条秀樹です。おはようございます。川瀬良子さんと西条秀樹さんの成長が本当に愛おしく感じられる藤田聡でございます。生意気言うんじゃないよ。もう秀樹さんすごかったですよね。オリジナルでこう急に踊ったり歌い出したりとかしてみんなびっくりしてましたけど、それで現場が和むっていうのはもう何度もありましたね。そうですね。なんか大人であんなに可愛らしい無邪気な方を見たことないですね。特に男性で本当に多分野菜の時間のスタッフさんみんなも可愛いとかお茶目っていう印象が強いと思いますね。そんな秀樹さんのアドリブソングコレクションです。おはようございます。あれ松虫が泣いて、いやいいですね、泣いてて、やっぱり癒されますね、あの虫の声は。西条秀樹です。おはようございます。もういいから。いやいやいや、先生が歌ってますから。どうしよう、ふざけてる。もう一度、いやいや、秀樹さんにこの夏の日差しが好きかどうかお聞きしたいと思います。青少女愛している。青少女ですね、それは言ってんじゃん、さっきから。今日も元気いっぱいの採用です。歌にも野菜にも頑張って、ますます上を目指して40周年ですからね、頑張りたいと思います。秀樹さん、はい、今年デビュー40周年ですか。そうなんですよ、やっぱり一番思い出のブーメラン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 、いいですね。嬉しいです。私にとっては仲間の一人でしたね、はい、ですから本当になんか野菜を作って喜んで、そしてその野菜を食べる、本当に懐かしい思い出ですね、やっぱりそれはね、はい。西条さんはですね、本当に、まあ、尊敬できる方だと私は思ってます、はい。この番組で秀樹さんは
さまざまな収穫を体験。その喜びの表情も印象的でした。おお、でかい、わでけえ、でかい、ちょっとびっくりした今。はい、うわ感激うわいいわ、バジル取れた。おお、すげえ、これでおお、こんなに、いや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 、すごいですよ、これは見事だ。じゃあいただきますね、ちょっと。あ、おいしい、おいしい。おお、収穫したての直後のこの落花生を塩ゆでできるっていうね、はい、それはね家庭菜園ならではですね。そうですね、うん、収穫したてってのはこんなおいしいとはね、うん、取れたての味を知った秀樹さんは、さあ行ってください。おお、おおこれはでかいわ、これ出来いいよ、出来最高です、ね、いやこれいいね、食べたいな。はい、ね、食べたいですか。食べたい、はい、美味しいございました。これ人間の度量ですね。よっ、いや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 、さあではですね、うん、早速取れたての人参を食べてみましょう。いただきましょう。はい、あ、やっぱり取れたては違うわ、うん、全然違う。時にはこんな珍しいものも。メキシコ原産のグラパラリーフです。そして食べるんです。どうでしょう。うん、酸っぱい青いリング、まあ、そのものです。酸っぱいんですか、ね、酸っぱいけど青いリング、本当に青いリング、特に青リングの味がするのがですね、このグラパラリーフの特徴です。すっごいそっくり。そうでしょ。春は柔らかこれぞ。おお、やっぱりこれいいじゃん。お、匂いがビタミンの匂いしてるね。しますね、ビタミンの匂いしてくれ、はい、オッケーでーす。ピースグリーンピース、タケノコどこの子苦手な子、セロリのシチューでヒーロー。どんな方法が少ないですよ、はい、あ、甘い、うん、高級な感じがする。そうですね、いいね、ね、うまいな、めっちゃうまい頑張りましょう、頑張りますNo.2秀樹さんはさらに自由な野菜作りのために秀樹ガーデンを始めました。僕が今回こだわってる野菜なんですけど、はい、それはこれです。これはですね、ハバネロじゃないですか。そうなんです、あの去年もね僕あの作ったんですけど、はい、その時にあのこんな上品な味があるのかと思って、うん、それ以来これにハマっちゃってるって。あ、僕としては、はい、実はこれを育てて先生たちにご馳走したい、はい、激辛唐辛子のハバネロは当時はまだ珍しいものでした。あれ土をねこうやって置くのは難しいんですよね。ここは秀樹さんの野菜の夢を実現する畑。他にも今回は今日のあの例のネギを、はい、ネギですね、霜煮たブランド野菜の霜煮たネギ40を、まあ、だいたい角度のあったところに置いていくだけでいいんですか、はい、これは、置いていくだけ結構ですね。はい、これ楽ですよ。秀樹さんはごく自然に新しい野菜や珍しい野菜をお茶の間に紹介してくれました。はい、バサッといってください。結構こうずっしりとしません？しますかな、カリフラワーの仲間ロマネスコです。なんか不思議な野菜だなと。不思議な野菜ですね。さあ、菜園のサンゴ礁が取れました。とにかく大きく育てたいと提案したこともありました。
おお、うわ、大丈夫だった。すごい。これです。これはすごい。これすごいですよ。うわ。おお。それもすごいな。秀樹さんこだわりの下仁田ネギは立派に育ちました。引き抜いてください。うわ、結構太いですよこれは。うわ、太い、これは太い、太い太い。あ、うわ、はい、じゃあちょっと少し振ってください。はい、うわ、あ、すごいですね。これはすごいや。すごいな。収穫したネギはその場でステーキとスープにして味わいます。さあ、カズさん、はい、待ちに待った下仁田ネギです。そうですね。じゃあちょっと、はい、早速いただきます。いやセレブだな。柔らかい。柔らかいですか。うん、なんか高級なネギって感じ。すごいこう心が豊かになるような、ね、そういう贅沢さ、贅沢な味が。わお、わお、わお、秀樹満足。下仁田ネギはできないだろうとちょっと思ってたんです、初めは、はい、やっぱ手に入りにくい野菜をね、こうやって育てて収穫するっていうのは、はい、まあ、やっぱり菜園自分でこうやるからの良さじゃないかなと思うんですよね。だから皆さんもあの手に入りにくいなと思う野菜にチャレンジしたらいいんじゃないですかね。そうですね。これはもうねすごい喜びを感じますね、はい。激辛唐辛子ハバネロの収穫の時には秀樹さんにとっておきのプランがありました。わあ、これすごいありますね。素晴らしいですね。素晴らしい。これは全然出来がいいよ。これを、はい、先生と母さんに僕のおすすめ料理でご馳走してみたいと思います。あ、素晴らしいです。こちらは妻の美希さんオリジナルレシピのハバネログラタン。秀樹さんの大好物です。さて、日頃やっぱり先生とね、川さんにお世話になってるんで、はい、愛情あるものをなんかご馳走したいと。ということでこの料理を私推薦、家でも食べてる料理ですよ。まあ食べてみます。まずそれからお話をしたい。どうぞ。グラタン？いただきます。うん、ピリ辛。あれ辛い。品がいいでしょ。うん、お、来ますか。うん、来るけど聞き方がマイルドですね。そうでしょ。実はこれハバネロなんです、ハバネロ。とっても美味しいです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。そう言ってもらうと秀樹感激です。おはようございます。西城秀樹です。今回はですね、冬の菜園手入れの仕方を教えたいと思います。はい。2011年12月、この日がレギュラー最後の収録となりました。ああ、おお、長い、すごいな。次の野菜の準備のために土作りをしていた秀樹さん。しかしこの数日後、2度目の脳梗塞に倒れ、レギュラー出演はかなわなくなりました。それから8ヶ月、懸命なリハビリの甲斐あって、野菜の時間の収穫祭に秀樹さんが帰ってきてくれました。早速食べてみましょう。おいおい、ちょっと待てよ。おちおち、西条です。かっこいい。おい、食べるんだったらさ、俺も入れてくれよ。北澤さんと秀樹さんは、まあ、あの番組では何か一回かね、はい、合ってますよ僕は。そうですね、あの、はい、チラチラと合わせていただいて、ゆかいさんと秀樹さんはよくご存知の30
10代なんだけどミュージカルが最初なんだね。秀樹さんっつったらもう俺の憧れの大スターだからね。うん、で今日本当にこういう形で一緒にこの番組に出れて、はい、でもキスはやめてくれよ、愉快感激コラボだ嬉しい、すごいすごいですね今の、先生おとなしいじゃないですか。いや嬉しくて、そうですよね、たまらないですよね、嬉しいですね、まあ、やっとねここまではなったけどね、うん、本当に、うん、まあ、角田話はいっぱいあるけど、ね、あの とりあえず早速食べようよ。そうですね、はい、では早速料理の方をいただきましょう、うん、はい、おいしいなしておいしいですか。おいしいですか。これおいしいな。やっぱり自分でこう育てたものを食べるって本当に美味しいね。一段と美味しい。いやそれはすぐ分かるね。でも人が育てたものを食べるって面白い。秀樹さん、北沢さんやゆかいさんが作った野菜を食べてみていかがですか。もうさっきも言ったんだけど、ね、やっぱ人が作るのはすごい美味しいなと思ったのと、去年が僕がね作った時よりもナスがね、ナスもトマトも全部すごいいい出来で、はい、うん、本当もう完璧じゃない。おー、うん、完璧。はい、秀樹さんは最後の出演の時にこんなことを言っていました。皆さんが育ってるっていうのがね、野菜を作って育ててるんだけど実は野菜にも育てられてるという感じがね、してるんじゃないかなということをもっと身近で感じてほしいですね。もう僕はねやっぱまた来るから、あの、はい、ぜひ皆さんにも頑張っていただきたいですね。はい、あの野菜の時間とともに私の野菜人生も始まって、うん、なので9年前に秀樹さんと一緒に、うん、私の中で秀樹さんと一緒にこうスタートさせてもらって、うんうん、野菜作り本当に1年目の初心者1年生の時に秀樹さんと一緒だったからこそ、うん、なんていうんですかね、より楽しさがもう倍以上になったというか、うん、あの喜びも教えていただいたので、うん、もうそういった意味では本当に感謝しかないですね、うん、あの西さん亡くなってしまいましたから、あの言えなかったんですけれども、また一緒に野菜を作って、そしてあの私たちの子供たちにですね、それを一緒に食べさせましょうよと、そういうことをちょっと言いたいですね、やっぱり西さんにね。人に伝えてさよなら。